つでー。うんつでー。多分最後であろうウエハース開封動画やってくよ。昨日の反省を生かしもってあります。最後なのでハブちゃん出てください。急遽追加したんだよね。寂しい。うん、ハブちゃーん、ハス自力、この調子でレアもお願いします。そんなうまくいくかな。田舎なんでそもそもの入荷量少ないんだわ。爆買いできんのよ。今冷凍庫はウエハースだらけです。アイスの代わりだと思っていただきます。美味しいよね。続いてはちーちゃんだね。静寂の暴力のセンターですね。3袋目レアだ。これはむーちゃんだね。むーちゃんインスタマだ。4袋目ノーマル。おっマリノちゃん、さっこいマリノちゃん結構お気に入り。5袋目はレア。この日か、勝手に髪下ろしてると思ってた人、この日は下ろしてるのが好きなんだよ。好みね。6袋目は誰だ。リコちゃんのレア。静寂の暴力で一番気になったのリコちゃんなんです。なんか目が惹かれるんだよね。8袋目はレアだ。レアだ。ひのりちゃん、昨日コメントしたんで。7袋目またレア。ゆうちゃん、あの三期生の話をするとね、手が小さい子が多いからパコどうなるかと思ってたんだけど、迫力がすごいね。みんな良かったね。9袋目ノーマル。あきらちゃん、コンビナートセンターおめでとう。ラスト、ハブちゃんかもん。ノーマルだね。しゃあない。リコちゃんコンプいたしました。リコちゃんかわいいね。ついでに残ってたストラップキーホルダー2個買い占めてきました。いつもなら買わないんですけどね。最後だからね。誰かな。なぎさちゃんだね。伸びしろ感。はい、ラスト。ユーズでした。英語が読めない。アンジェムタイム見たときびっくりしたね。バディーズもびっくりした。サポート面だと思ってたから。たくさんのセンターが見れるのは楽しいね。ということでハブちゃんゲットしました。寂しいです。